はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回は帝徳の決断法バブギーとドイツ軍プレー続きをやっていきたいと思います。まず最初にですね、ドイツ軍プレーをしている中で、艦隊というか海域が2つに分断されているねということで、地中海の艦隊ですね、以前見たと思うんですけども、このイタリア近海と西地中海に入っている艦隊なんですけど、これ、視聴者の方から、教えていただきまして、イタリア近海とかローマ近海にいるこの艦隊ってそもそもイタリア海軍のものだよということで、教えていただきました。確かにですね、イタリア海軍の即席空母として戦線に投入するために改装中だったアキュラ型の空母が建造可能になっていたりとかね、していて、それ今見ていただいているこのアウドムラが、そのアキュラをベースにした大型の空母として今建造中、あと4週間で完成するものなんですけど、そういったイタリア海軍の艦首が建造可能だったりというところで、合点がいきました。本当にありがとうございます。その他ね、お気づきの点とかアドバイスとかあればですね、引き続き動画チャンネルのコメント欄もしくはツイッターの方まで、お寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。で、今後の作戦に関してなんですけども、前回ですね、北海を取りました。ここですね。で、この後ですね、ドーバー海峡に行って、いきなりイギリスの本拠地を攻めるのか、ただここね、第一艦隊しか入っていないという状況ではあるんですけども、航空戦力が300機配備されてますというそこと、あと、シェトランド沖、北に進むかというところなんですが、ちょっと300機の航空機相手に戦うのはしんどいだろうというのはあるんですが、やっぱりドーバー海峡を先に取っておいた方が、今後作戦がやりやすくなるんじゃないかなっていうのと、もちろん、資源の特にお金の入り方も変わってくるので、ここはドーバー海峡、この攻略を目指していきたいというふうに思います。じゃあまずね、技術開発、兵器開発からやっていきましょう。で、メッサージミット型の航空機2つを開発しますというのと、技術開発はもうお金がカツカツになりつつあるんで薄くしか入れられません。で、物資援助はこれもね、ちょっと石油ピンチではあるんですが、石油の修理をしておきましょう。で、超活動は一応ね、とはいえシェトランド沖に送っておきます。で、艦隊はですね、先の戦い、北海の海戦で、傷ついた艦隊、この第2艦隊を一度ドック入りするためにバルト海に戻します。で、第3、第14艦隊はこのまま残して、デンマーク沖から、残りの艦隊、そのすべてを一度北海に集結させます。ではこれで、1週間時間を進めていきましょう。航海に敵の艦隊か。ここはもう防戦一辺倒なんで、艦隊は退避。了解。ちょっと待って。全然思ったところと違うところにいるじゃないか。いや、艦隊が壊滅した、一瞬で。これは痛いな。航海は放棄せざるを得ないかもしれないな。いや、大戦艦部隊だろこれ。勝ち目がないよな。一瞬で交渉が大破したな。ちょっと敵の艦隊のいる場所、想定している場所を完全に見余りましたね。
で、おそらくこちらにイギリス海軍迫ってきてると思います。まあ、こっちにも飛行場、建設中ということで、特に抵抗する力もないので、このまま航海は放棄ですね。まあ、貴重な航海を奪われたな。まあ、ここはしょうがないですね。まあ、代わりにドーバー海峡を奪ってやりましょう。まずは艦隊の再編からなんですが、第1艦隊に、第14艦隊の揚陸艦を入れちゃいましょう。まずはね、でその他艦隊の編成見直すとすると、第3艦隊がちょっと弱いんで、第3艦隊と第14艦隊、まあ第14艦隊も知れてはいるんですが、入れちゃいます。で第12艦隊も入れちゃいましょう。こんなところかな。潜水艦は単艦運用した方が絶対いいよな。でも潜水艦足が遅いんで、せっかくの機動力が失われてしまうのは避けたいので、やっぱり潜水艦は外に出しましょう。第3艦隊に1隻だけ入っている潜水艦、これは外に出して、艦隊の足を引っ張ることがないようにします。2隻入ってますね。これでいこう。で、投入する艦隊はもう今回はもう完全に潜水艦隊のみですね。これで敵艦を蹴散らしてこいというところになります。提督誰か乗れるんだったら乗せたいけど、基本みんな乗ってるよね。よし、これでいきます。まずはドーバー海峡に救う敵艦隊、これを撃滅しちゃいましょう。本当に一刻も早く空母がロールアウトしてほしいな。やっぱり敵の空母もいるな、この感じだと。いやー、面白いように沈められたけど、こちらもそれなりに検討はしてるね。まずは索敵だな、潜水艦による索敵。了解。
まあ、何はともあれね、ドーバー海峡にいる敵の艦隊を沈めておきたいので、さあ逃がすなよ、できるだけ撃ち取ろう。ちょっと逃がしちゃう形かな、足が速い分追いつけないですね。まあ、だいぶ潜水艦隊消耗しましたけど、一旦は敵の艦隊をだいぶダメージ与えられたんじゃないかな。とどめ刺したいね、この6隻の、これは従順クラスですかね。そうだね、従順。沈めたかったけどちょっと足らずか。まあ、でもだいぶ敵の艦隊にダメージを与えたはずですね。第16艦隊の潜水艦隊にダメージが出てます。ホッケーウルフ、ホッケーウルフはどうだ、戦闘機としては結構優秀かな。ただ艦上機じゃないっていうのがちょっと微妙かな。まずはドーバー海峡だね。1ヶ月でドーバー海峡を攻略しろになってるんだ。なかなか言うことがごついな。ジブラルタルと東地中海にはスパイを潜入させるのを試みましょう。で、技術開発は相変わらずお金ね、北海攻略のボーナスが出たとはいえ、厳しいんで、控えめ控えめです。で、石油の主流日本にした後ですね、今回はちょっと U ボートをいくつか作りましょう。消耗し始めているんで、まあ、とはいえ一番安いのでいいかな。いかんせん
お金がないんで、潜水艦安く作れるとはいえ、このあと大量に飛行機が必要になるっていう状況を考えると、まあ、お金はできるだけ節約したいよねというのがあるので、Uボートは一旦これくらいにしておいて、また消耗が激しくなってきたら2週間で建造はできるので、この2週間で増強するという考えで進めていきましょう。これは何？輸送船数が足りてないように見えちゃうのは表示上だけかな。じゃあドーバー海峡、ここに艦隊進めましょう。第1艦隊、第3艦隊、これはもう投入せざるを得ないので、あとはそうだな、第16艦隊と第12艦隊合わせて、これは戦線に投入する準備だけしておきましょうか。いやちょっと待ってね、まあいいか。そうだね、艦隊後ろに下げる余裕はないので、ちょっと大破してる状態ですが、このままこの北海待機だな。ではドーバー海峡に向けて艦隊進めていきましょう。ドーバー海峡を取れればね、そのドーバー海峡を拠点にすることもできるので、今回じゃあ第15艦隊を投入するつもりで、第15艦隊に提督を乗せていっちゃいましょうか。第15潜水艦隊、レーダー減衰が何ちょっと沈んじゃった感じ。そうなると第2艦隊投入する、第2艦隊ちょっと待とうよ。1週間でしょ、1週間だったら待とう。第1艦隊第2艦隊と待ちましょう。で攻撃した方が確実ですもんね。なので今回も威力偵察を兼ねて、北海には潜水艦隊を送り込みましょうか。でレーダー減衰を入れて、あと戦線に投入する予定の第15艦隊、ここに提督あぶれてる人がいれば乗せていっちゃいます。もう提督のね技量も上げていかなきゃいけないので、そうすると、まずは、北海から再び潜水艦隊を投入して、今回はもう本当に、イタリア海軍の息の根を止めにかかりましょうというところで、ドーバー海峡の定期戦力、これを一掃しましょう。敵の艦隊がどっかに潜んでるはずなので、その敵の艦隊を葬り去りましょうよというところですね。どっかに退避しているのかな、イギリス軍の艦隊。ちょっと見当たらないんだよね。了解。
さあここは逃がさずに仕留めよう。湾の中に閉じ込められればだいぶ有利に戦えるはずなので。この湾の中からは出てないはずなので、どっかにいるはずなんですよね。身を潜めてるはずなんで、それを潜水艦で発見して一網打尽にしたい。いたね。これをこぞって激足にかかろう。いや、こんだけいたら本当に軍狼作戦ですよね。まあ、軍狼作戦っていうのは確か数隻体制で、チームというかね、グループ分けして、包囲しながら敵の輸送船団を主に撃破していく作戦だったんじゃないかなと思うんですけど、こんだけの U ボートがこの海域にいるとなるとイギリス軍も手出しできないですよね。で、開戦当初はレーダーがまだそんなにね、進歩していなかったということもあって、ドイツ軍のこの潜水艦の、所在している場所っていうのを正確につかむことができなくて、被害がね、イギリス軍からすると、大きくなってしまい、ドイツ軍からすると戦果が大きく上げられたというところだと思うんですが、今のうちにね、しっかり戦っておきましょう。さて、じゃあ今回こそ、艦隊を送り込んでいきましょう。第3艦隊、第1艦隊と投入する艦隊でいうと、第2艦隊と第3艦隊、これ再編しちゃいましょう。まず第3艦隊から軽巡を引き抜いて、揚陸艦も引き抜きます。これでいいかな。で、第3艦隊に入っている潜水艦1隻、これ第16艦隊に編入で、一旦第3艦隊が摩耗した状態になりますけど、これは良しとしましょう。なので今回戦線に投入するのは第1、第2、さらに第15艦隊を投入していきましょうか。ドーバー海峡をしっかり、抑え切るという作戦になります。でもちろん北海逆に抑えられるわけにはいかないので、北海は北海で、潜水艦隊を駐留させるという内容です。技術開発は例によって薄く入れます。なんか例によってっていう言い方ね、ミカミックスがよく使っていて、ミカミックスの動画多分僕が一番よく見てる一番のファンなんじゃないかなと思うんですけど、そう考えるとね、やっぱ映っちゃいますね、言葉見てると。では北海に向けて艦隊進めましょう。いやー、ドーバー海峡ですね。どうする、夜明けとともに行くか、日没だな。まずは
まあ、1回で仮に攻略ができなくてもしょうがなしというところかな。まずは敵の飛行場一つをこの夜のうちに完全破壊してしまって、でその後に、まあ、破壊というかまあ占領だね、占領した後に残り2つの飛行場にも攻撃を行っていきましょう。そうなると潜水艦隊を先行させたいな、奥深くまでは海峡道。このまま飛行場にダメージを与えて最後のとどめを揚陸艦で行うっていうのが多分現実的なところになると思うので、そういう流れでいきましょう。で、第2艦隊の方は揚陸艦が全部で、4隻あるので、早々にね、ちょっと待ってくれ、早くないか、揚陸部隊の発艦が早いよ、早い早い。な、戦艦が大破？ちょっと待ってくれ。なんで戦艦が大破するんだ？いや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 っていう展開になってきたぞ、これは。まあ、戦艦が、一路、大破を始めちゃいましたけど。時間はたっぷりあるんで、仮に大破しているものが出てきたとしても、十分に、破壊できるだけの力は残ると思うんですよね。しかも、もうちょっとしたら敵の砲台は沈黙するはずなので、さあこのままこのまま敵の艦隊と遭遇する前に敵基地をできるだけ多く破壊しておきましょう。第一目標はね、破壊とは言いつつ占領になりますので、まあドイツ軍はね、結局巡洋戦艦とあとポケット戦艦と呼ばれるものぐらいしか主力艦はなかったはずなので、まあ、できればこの後ね、ビスマルク級の戦艦とかも作っていければなと思うんですが、射程的に届かないのかな、この2つの巡洋戦艦、第2艦隊の巡洋戦艦からの、砲撃がちょっと届かないとこにいるんだな。
これでまず一つ目の飛行場に関しては一旦砲台を沈黙させることに成功したので、このままこのままここは破壊を続けてもらいましょう。問題は夜明けなんだよね。夜が明けた時に敵の飛行場から飛んでくる飛行機、これでどんだけダメージが出ちゃうかなんで、護衛機が飛び始めましたので爆撃機も飛んでますね。ただまずは一つ目の飛行場、これの破壊に成功しそうです。では揚陸艦を送り込みましょう。ちょっと待ってくれ。あとは万万が一敵の戦力が残ってた場合に備えて一応潜水艦を各方面へと散らばせましょう。ちょっと揚陸艦の運用がまずかったかな。このタイミングで雨とか降ってくれるといいんだけどね。ちょっと夜を待ちましょうか。一旦沖で待機。偵察機が敵はいないんで、発見されなければ出てこないわけだな。となるとこちらは夜まで待って、夜に総攻撃をかけよう。というわけで沖合待機。
了解。了解。駆逐艦を一隻、マップの左下の方に派遣しておきます。揚陸艦もちょっと様子見なんだけど、偵察要員として下に派遣しちゃおう。じゃあこのまま時間を早めます。ドーバー海峡を取れればだいぶ戦局も変わるからな。いやー、揚陸艦本当にもったいないことしましたね。焦っちゃいましたね。戦艦一隻失ったか、まあ、ただ動画海峡を取ったのはそれ以上にでかいので、巡洋戦艦一隻撃沈されてますが、まあ、よしとしましょう。イタリア近海か、ここはもう守り一辺倒だな。まあ、基地は3つ用意してあるので、この基地で守りきると。敵の艦隊がまずどこに出現するかですね。このまま夜明けになってくれたら御の字だな。この辺だな。了解。敵艦発見。空母。艦隊にダメージは出したくないので、このまま時間だけが過ぎ去ってくれれば一番嬉しいな。ここにね、敵の艦隊を誘導できれば、あるいは、基地戦力、基地航空隊で殲滅も可能かなとは思うんですけど、まあ、ちょっとそこまでリスクは負えないので、もうこの地中海にいる艦隊は救援が見込めない以上は
ここで頑張るしかないんですよね。結局新しく船を作ってもこの地中海の艦隊に合流させることができないので、敵の艦隊この辺りにいそう。いやー大艦隊だな。まあ、なんとかしのぎきれそうですね。砲台を破壊されたもの、このままタイムオーバーになりそうなので、まあ艦隊に傷は出なかったのでよしとしましょう。さあこれで、ドーバー海峡を取ったので、お金もだいぶ余裕が出てきた中、さらにこのアウド村ができてくれたおかげで空母が2隻ですね入ってきましたね。さあではでは、今回ねドーバー海峡無事取りましたので、次の作戦目標としては、もう一旦ですねこのスペイン沖に入ってジブラルタル海峡までダッシュしましょう。で、地中海のイタリア海軍と合流、それからまた次の作戦目標を考えていきたいと思います。では早速ね艦隊動かしていきましょう。まずは北海にいる艦隊なんですけど、北海にいる艦隊は、まあ、動かせないんですが第16艦隊ですね、これを一旦ドーバー海峡に入れて、第3艦隊と第13艦隊で、この北海を守りますと。で、ドーバー海峡は一旦艦隊このまま待機、まあ、大破してる潜水艦もここでドック入りしましょう。で、北海はともかくドーバー海峡ですね、ここの飛行場には航空戦力を配備する必要があるので配備しちゃいます。でかつ建設します。まあ、お金はかかりますか、致し方なしというところで、続いてですね虎の子の空母、これができたので新建成で、第4艦隊として空母要する機動部隊をここで創設しましょう。で第14艦隊としては潜水艦隊ですね。だいぶ戦力的にもマシになってきたんじゃないかな。というわけで第4艦隊、これを一路ドーバー海峡へ2週間ですね。さらに新設の第14潜水艦隊、これも一旦ドーバー海峡まで進めます。で兵器開発は新兵器、艦載対空レーダー、これを開発してしまって、技術開発は次回次週かな、次々週か、航空機開発してた長距離重爆撃バカラ爆撃ができるので、それの完成を一旦待ちましょう。こんなところかな。どうしてもね今空母に積む新しい航空機がないのでそれを待ちつつ、さらに今回は、まあ、多少無理してでもアウド村級、まあ、新型大型アキラですね、これを作っておきましょう。
これで空母4隻体制になります。まあ、7週間かな、かかると思うので、まあ、ちょっとそれを待つ必要はあるんですが、まあ、楽しみな展開に、なってきたかなと思います。ちょっとね、今回長くなってしまったので、一旦ここで、終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。